もしもし。もしもし、あ、音回っちゃうから放送の方切ってよ。はい。音。うん。お名前どうぞ。ミュールです。あ、どうもどうも。ちょっと、なんかマイク遠くない？遠い？ちょっと。これ以上どうにもならんけど。嘘？結構近くで喋ってる？うん。リスナーさん、ミュールの声聞こえる？聞こえるかな？若干遠いような気がするけど、まあいいや。本当？大丈夫？大丈夫かな？うん、聞こえるって。聞こえる。うん。うん。どうした？さあ、うん。やっぱこうちゃんとこう聞きたいんだよね。何を？ん？え？ぶり返すようなんだけど、のりこの件なんだけど。うん。あのさ。うん。受解配信の前日にさ、受解配信の前日、うん、もう覚えてないのかもしんないけど、うん、配信で、うん、のりことをやり直すのかどうすんのかっていうのを配信するかどうするかで花火をくれたら、うん、配信でじゃあ蹴りつけようっていう話になったの覚えてる？覚えてなかったけど、今思い出したよ。うん。ほう。それをね。おう。で、ほら、みんな何発かあげたわけじゃない？おうおう。で、それをさ。おう。配信でやらないで。おう。こう、うやむやにしたまんまでね、付き合ってるのかどうかもね、ちゃんと返事しないっていうのは、リスナーさんに対して申し訳ないんじゃないのかって思うわけですよ。ほうほうほう。で、かぐらさんだってさ、聞きたいって言ったわけじゃない？何？かぐらさんだって、ちょっと声遠い、すごい。なんで？わかんない。これ聞こえる？ああ、音上がった、音上がった。聞こえる、聞こえる。でも私が聞こえないな。これは聞こえる？まあ、普通ぐらいかな。かぐらさんがさ、はい、コメントでさ、ワドちゃんと付き合いたいって、勇気を持って書いたわけやん。うん。それにも答えてないわけやん。うん。そこをね、はっきりさせてほしいなって思ってさ、ちょっとよくわかんないわ。どういうこと？ん？どういうこと？だから、うん、よりが戻ってんのか戻ってないのか、どうしてのりことああいうことになってるのか、うん、今の状況それの説明がしてほしいっていうこと。俺はね、うん、ヒカルくんは捕まってないと思うよ。なんだそら。ヒカルくんは捕まってないと思う。うん、でもみんなそんな関心ないと思うよ、うん、その件については。みんな関心ないかな。みんな関心ないと思うよ、あんまり。ほら、俺、ほら、過去を振り返らないタイプだから。うん。うん。もう、常に、未来へ突き進んでるタイプの男だから。うん。うん。どういうこと？どういうことって？いや、もう全然よくわかんない。話が全然よくわからないわ。じゃあ、ミュールは、ノリコが嫌いなんでしょ、うん、単純に。ん？ノリコが単純に嫌いなんでしょ？嫌いだよ。でしょ？
俺はただそれだけの問題だと思ってるから、うん、嫌いなんだけども、うん、だからね、あの時花火を上げた人たちいるじゃない？うん、その人たちには説明が必要なんじゃないのって。まあそうだね、何説明がっていうか、その説明の意味がちょっとよくわかんないけど、なんでこうなってるのか。だからいっぱい問い合わせ来たんでしょ。いや、いっぱい問い合わせ来たっていうか、主にミウルとカグラだけど。そうなんだ。この二人がやたら言ってるだけなんだけど。うん。うん、なんか、ノリコと寄り戻すなら別れるなの。ノリコと付き合ったってことは私にはチャンスがないとか。うんうんうん。うん、だから、カグラさんだってさ、勇気を振り絞ってみんなの前で告ったわけじゃない、うん、いや、まあ、俺のことをほら。好きな人いっぱいいるから。まあね。うん。なになに？その神楽さん、ん？何？いいよいいよ。その神楽さんに対しても失礼なんじゃないの？何が？だから。いやだから、前も言ったけど、前も言ったけど、もう女の人が放送に出ると荒れるから。うん。うん。だから、俺はもうプライベートと、その、うん、なんつうの。配信は切り分けていかないと、もう揉めるでしょ、うん、うん、まあね。だから俺はもうプライベートはプライベートでやっていこうと思ってるんだよ。うん。うん。なんでそんなに、のりこのこと嫌いなの？何が嫌いなの？だって今まで何されてきてる？うん。いや、まあ言ってよ。説明してよ。わかんない人もいるから。ああ、そう。うん。結構前のことだから。まあね。うん。まずほら、うん、私との何、リアトツ？私とのリアトツ？ああ。私がワドちゃんにリアトツした日あるじゃない？あるね。ぬいぐるみ、あ、キーホルダー、うん、あ、欲しいってね、うんうん、そう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 、あの日にだって爆破したでしょ、うん、ニコ生の方を、あ、ニコ生でやったんだっけ、うん、ああ、で、その他にみんなブロックしたりとかさ、うん、部屋ぐちゃぐちゃにしたりとかさ、うん、今回だってそうじゃん、うん、で、何？その後、うん、何？ビルから飛び降りそうになったりとかさ、うん、人にも迷惑かけてるわけやん。うん、そうだね。うん。うん。うん、死ぬ気もないくせにさ。うん。そういうとこが気に入らないわけよ。うん、ガキのやることやろが。うん、大人のやること？うん、そこが気に入らないの、あの女の、うん、いちいちやってることがさ、うん、なるほど、うん、うん、今回だってそうじゃん、うん、壁にさ、血文字で死ね、うん、ふざけんなって、うん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 、枕に包丁突き立てて、うん、たかだかさ、うん、今回のだってさ、うん、心さんとさ、うん、ただ単に、うん、あれしただけやん、うん、それで怒ってるわけやん、怒ったわけやん、うん、こんなんじゃさ、大手になれないよ、ワードちゃんだって。いや、俺は大手になるよ。女性ともだってさ、うん、リアトツしたいっていう人いっぱいいると思うよ。まあ、いっぱいいると思うよ。いっぱいいるよ、うん。だからそれは俺は言ってたわけじゃん。付き合ってる時に。その、なんつうの？うん。じゃあ、何？ミウルの、うん。要望としては、うん、その、何？のんちゃんのことと、うん。カグラのことを放送で蹴りつけろって言ってるの？そういうこと。
で、のんちゃん今いないから、放送見てないから、コメント欄にいないから、うん、ちょっとかぐらさんに電話してみてもいい、うん、じゃあ。どうぞ。ちょっとじゃあかけ直すわ。はいよ。筋は通すよ。わかった。うん、はい。うん。うん、じゃあ、かぐらちゃんに電話してみようか。出ないね、うん、でしょ、で出ないでしょ、うん、でアンケートって何のアンケートをすんの、うん、なんでミウルも出ねえんだよ、なんだこれ、どういうこと、出ねえわ、2人とも投げっぱなしだわ、もしもし、もしもし、もしもし、で出なかったわ、かぐらちゃん、かぐらちゃん出ないね、出なかったね、うんうん、ねねねね、お俺は何、付き合った人とか付き合っていく人をこれからじゃあずーっとリスナーに言わないといけないの？いや、そうじゃなくて、うん、のりこのことをちゃんとしてって言ってるの。何、のりこのことをちゃんとしてって何よ、どういうことよ。で、前回花火みんなあげてるわけだから、どんな話で花火あげたんだ、それはだからほら、その何あれでしょ、うん、裁判の件でしょ？どっちが悪いのか、そうそうそう、結婚詐欺師なのかどうかってことでしょ？本題は。うん。うん。だけど、まあ、だから、それは終わったことな。終わったことっていうか、まあ、結婚詐欺師ではないわけだから。だし、ほら、俺は別にいつだって配信やってるけど、トツかかってくるかどうかは俺の問題じゃないから。うん。うん。でしょ、うん、うん、だからそのなんつうの、俺は俺のことを全部全然言ってきたけど、うん、そのなんつうの、周りのことに関しては俺責任持てないよ、周りのことって、例えば俺以外の人のことよ、うん、うん、でしょ、うん、だから別に付き合ってるとか付き合ってないとか何にも言ってないよ、別に俺は。前にも言ったけど、トレーニング配信をするときに、うん、ね、うんうん、トレーニング配信をするときに、車を出してくれるのかって、あんな夜中に、公園に行かないといけないと。うん、で、うん、それに答えてくれる人がいないと、俺は配信できないわけじゃん、いろんなことが。だから、どこの公園でやったの？ほら、そういうことを言うと特定されるから、それを避けるためにやってるわけでしょ。中央公園でできなくなったわけだから、近所の。あ、そっかそっか。そう。ごめんごめん。うん。でしょ？うん。うん。だから、それは必要なんじゃないの？別に。メキシコからわざわざ来てくれたわけだから。うん。うん。まあ、じゃあ、かぐらちゃん今出るみたいだから、ちょっとかけてみるよ。はい。はい。まあ、かけ直すわ。免許取得企画、じゃあ、免許代出してよ。姉ちゃん。俺の免許代、30万。もしもーし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 。ワドです。どうも。なんかね、待ってます。はい。話聞いてた？
聞いてました。なんかミウルがはっきりしろって言うんだけど、どうすればいいかなと思って。いや、私はそのノンさんと、うん、よりが戻ったのなら、うん、それはそれでよかったねっていう感じです。おお、なるほどなるほど。はい。うん。ちなみにリスナーさんにある程度自己紹介ってできますか？なんかこう。自己紹介。うん。あれですかね、ワドさんに送ったような自己紹介。あ、まあ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 、そうですね。神楽と申します。どうも。年齢44歳。はい。バツイチ。はい。子供なし。はい。メンヘラ歴15年です。うん。こんな感じでどうですか？うん。ありがとう。俺と付き合いたいの？でも、うん、その2回目だと思うんですけど、ワドさんがおっしゃるの。何を？すぐ公園で練習夜中するときに、うん、飛べたら呼んだらすぐ来れるのか、じゃあっていうのが私も頭にあってずっと、うん、ああいけないなと思って、うん、ちょっと現実的ではないのかなっていうのは思うようになりました。うん、そうだよね。はい。俺のどこが好きなの？なんていうのかな、全然。うん、言うことを自分で言うことに責任持って怖がってないっていうところと、うん、あと顔と、うん、それとやっぱり配信者としての魅力ですかね。うん、でしょ。うん、でもね、やっぱりね、配信者と付き合うのは良くないと思うんだよ俺。配信者は、お付き合いした女性を不幸にするところがあるのね。うん。うん。だから、俺は、やっぱり、ね、そういうのは良くないと思ってるから。うん。うん、だから、配信者じゃない人と、神楽ちゃんはお付き合いした方がいいと思ってるの。うん。うん。みんな大丈夫だって言うけど、大丈夫じゃないのよ。うん、うん、そうそう思うんだよね俺は。はい。うん、でしょ。それでずっと LINE 送ってましたけど、うん、返事を全然くれなかったじゃないですか。うん、だからああやっぱり脈なしなのかなとは思ってました。LINE1 日何件ぐらい俺に送ってたっけ？ LINE1 日1件ぐらいですよ。いや、1件じゃないと思う。1日1件じゃないと思うけど。いや、でも、うん、多くて2件ぐらいだったと思いますけど。いや、20件ぐらいだわ。1日。いや、そんなに送ってないですよ。いや、結構送ってきたわ、はぐらちゃん。じゃあ、ほら、自由でいたいタイプだから、俺は。はい。普段からあんま LINE 返さない方だから、俺は。もう、いつも放送で言ってるけど、もう、めんどくさいから電話でっていうタイプなのよ。はい、ああ。うん。うん、なんて返したらいいかわかんないから、おはようって言われても、なんて返したらいいのかわかんないのね。はい。わかんないのは基本的スルーって決めてるから。ああ。うん。
そうなんだよ。だから、シカトをしたっていうか、もうどう返していいのかわからない、シャイボーイだから、俺は。あ、まあまあ、ありがとはい。う。じゃあ、よろしくね。はい、わかりました。ありがとう。はい。いい。どうすりゃいいんだよな。いいか。いや、もう、ミュールもしかどうしよう。めんどくさい。めんどくさい。もしもし？何やってたの、今。今寝てた。今寝てた。今放送中なんだけど、いい？なんかね、リスナーさんからクレームが来て、裁判の件どうなったんだ？花火やったのにどうなってんだって怒られたの。まあ、寝起きで悪いんだけど。え？もしもなんし。か、和藤さんの電話がつながんないって言って、警察の方とか、あと、こっちの弟の方とかも、なんか、そういうふうに言ってて、で、なんかその状況進まないままになっちゃってて、このままでいいんですかっていう。それは置いといて、さ、いや、さい、え？じゃあ、その話じゃなくて、前回、突で話しかけたでしょ？わかる？その時の裁判を続きをやるっていう話、花火投げたの覚えてる？リスナーさんが。そっちの方の話。あ、ダメだわ。これ、ダメだわ。切るわ。ごめんね。お疲れ。だから、素人がフリをするとこうなるの？ 素人がフリをするとこうなるの？わかった、みんな。台本書かないと面白くないのわかったでしょ？いかに配信難しいかわかったでしょ？俺がちゃんと台本を書いて仕込みを書かないとアドリブ力がゼロなんだよ、素人って。グダグダになるだけでしょ。わかった、台本の大事さ。台本書かないとこんなもんだからね、全員。全員こんな感じになるからね。だから台本言うのやめて、本当に。俺が脚本とか台本書かないとこうなるんだって。全員反省して、本当に。全員だからね、これ。いかに素人の会話がつまらないか分かったでしょ？素人の、グダグダ感。全員。だから台本ありきだから、配信は。台本書かないとこうなるから。もうぐったぐたになるから。配信の悪いところ全部出たよ。過疎生主の空気だったでしょ？あ、これはもう売れないわっていう。カンペを渡せないとこんな感じだから。切り返しがもうぐちゃぐちゃ。的に当たらない、的に。的にヒットしない。あ、言ってるじゃん。俺の人生全部ネタだからって。俺の人生は全部ネタだからって言ってるじゃん、ミウル。どうしたいのよ、じゃあ、ミウルは。ミウルはどうしたいの？何がしたいのよ、そんな。
だって、俺が誰とどこでセックスしようがパコろうが俺の勝手じゃない？ミュール。違う？どうしたいのよ、ミュールは。それがわかんないよ、俺は。なんでよ。どうしたらいいのよ。全然わかんないよ。警察に連れてったのは台本じゃないでしょ。さっき警察から電話が来てるって言ってたじゃん。知らないよ。俺は自分のことじゃないことは知らないよ。のんたんを許したのっていうか、許したかじゃないかとかを、だから、あれなんじゃないの。わかんないけど。だってさ、だから、なんで俺は責められてんの？どうすればいいのじゃあ。こんな面白くない話を広げて。どうすればいいのよ。面白かったらそれでよくない？面白かったらいいんじゃないの？全部。面白くないことが嫌いなの？俺は。面白くないことが。面白いことやろ？もっと。つまらないよ。どうすりゃいいんだよ、そんな。わかんないよ、俺だって。いや、もう、だから女の人をネタにすんのやめようよ。もう、配信に映っても無理なんだって。だからもう今後は映さないよ。プライベートなこと言わないよ、もう。それでよくない？それじゃダメなの？それでよくない？俺にはプライベートないの？でしょ？俺が誰と、どこの誰と付き合うか関係ないでしょ？じゃあいいじゃん。なんでそれをつついてくんのよ、ミュールは。どこのお姉ちゃんと一緒にいてもいいわけじゃん、別に俺が。でしょ？で、その、誰々と一緒にいるんだったら私も放送見るのやめるって言われても困っちゃうよ、俺。いや、だから、履け直しいいよ。いいよ、別に。しっかりしてよ、主張。もう、全然話は聞くから。全然かけて、じゃあ。いや、ぐだるのが一番困るって、俺は。もしもし？もしもし？もしもし？かぶってる？かぶってない、大丈夫だよ。大丈夫？大丈夫。だから、うん。だってさ、ミュール、プライベートで LINE 送ってきたじゃん。あの女と寄り戻すならもう放送見ないとか言ってたじゃん。で、電話かけてるじゃん。まあね、何回もやってるじゃん、それ。うん、でも、それって俺がどこで誰と何してようかっていう理論に反するわけじゃん、それは。全然勝手じゃないじゃん。いや、それはそれでしょ？それはそれってどういうことよ。配信でだからあなたは、うん、ね、花火を投げてくれれば配信で蹴りをつけるって言ったんですよ。じゃあ分かったよ。じゃあ言うよ。じゃあつまらないこと言うよ。つまらないこと言うよ、今から。うん、富士の樹海配信いたでしょ、うん、富士の樹海配信で電波があるときに俺は電話をかけて、ね、富士の樹海で俺はロハカさんと怖がってるときに、のんちゃん電話かけろと。ね、うん、そこで裁判再開するっていう面白い台本を書いてたんだよ、俺は。うん、クソつまんねえだろ、今その話聞いて。で、それが電波がなかったからグダったんだよ。うん。そう。でも2、3日も経っちゃってるから、もう何日も何日も時間が経っちゃってるから、ぐだぐだになったんだよ。
それが全てだよ、うん、すごい面白い。俺が心霊配信でロハコさんと怖がってる時にのんちゃんが電話かけてきて発狂するっていうすごい面白い台本を書いてたんだよ俺は。うん、わかる。うん、そう、その電波状況によってそれができなくなっただけだわ。でもう飽きちゃうの。 2,3 日したらリスナーさんは飽きちゃうの、もう忘れてるの、うん、でもさ、でも私は楽しみにそれを待ってたわけよ、配信を。ああ。どうなるのかなって。だけど、ミュール一人のために放送やってるわけじゃないから、その時その時のノリみたいなのがあるわけよ、配信っていうのは。わかるでしょ？うん。だから、それを、そう、だから、俺が一番困るのは何でもそうなんだけど、なんつうの？配信のことに口出されても困るわけよ。うん。わかる？うん。それいろいろあるよ、みんな必死にネタ考えて。別に大衆酔っ払ってもないのにゴジラの上から自殺するとか言うわけですよ。わかる？うん。大衆酔っ払ってもないし、別にゴジラの上から飛び降りたくもないのに、とか。死ぬ気もないのに飛び降りるとかみんなやってるわけですよ。うん。それで、ねえ、そんなこと言われても困っちゃうわけですよ、僕らは。わかりる？わかりる。ああ。どうすればいいのよ、そんな、こんな雑な台本で。台本じゃないものだって私。違う台本じゃ ないものってわかるけど、うん、どうすんのよ。何が目的なのよ。んだからどうしてこうなってるのかが知りたいの。何どうしてこうなってる、こうなってるのこうがわかんないいつも俺は。ああそっか、うん。どうしてのりこと、うん、まあ、付き合ってんのか付き合ってないのか知らないけども、うんうん、もう縁切るって言ったんだよね。言った俺あの警察の時に。うん、もう愛も冷めたわって言ったんだよ。うん。もう関わらねえわって言ったんだよ。とかで続けて。だそれが何なんだよ今になってよ。うん、そっか。おう、それが気に入らねっつってんの。そうか、こっちだってさ、ういろいろ支援してるわけだよ、みんなには内緒にしてっけど。うん、言っちゃったけどな。何を？ちょっとよくわかんないわ。え、何支援してるって何が？アイテム投げたり、うん、そうだね、講座教えてもらったり、うん、もう言ったよ。もうええわ。うん、うん、入金したよね。うん。もうええわ、うん。全部言うよ。うん。言っていいよ。のりことさ、会う前もさ、うん。お金渡しに行ったりとかしたよね。うん。そうだね。うん。うん。もうさ、うん。信用できないんだよね。うん。こんなことされるとさ。だから言ったじゃん。だからそのアイテム面白かった時にアイテムを投げてって。うん。うん、だからそのクレームになるから嫌なんだよねっていう話はしてるじゃん。うん。でしょ、うん、
面白いから落ちろって。え？いいよ、別に言いたいこと言って。時間割くよ。言いたいことを、だから全部言えばいいじゃん。思ってることを全部ぶちまけないと、わからないから。うん。うん、本気で、その、ちゃんと伝わらないから。うん。うん。でしょ？うん、うん、私が知りたいのはね、ああ、だから俺がどうなったってどういうことよ、その曖昧な感じとか分かんないんだって。どうなったって何よ、うん、その、うん、だから配信で蹴りつけるって言ったやん。だけどだからその配信は電波の都合でできなかったっつってんじゃん。うん、うん、それはしょうがないじゃん。で、今更掘り返すにもタイミングってあるでしょ。一回温め直さないといけないわけじゃん。ここまで来たら。わかりる？わかりる。いきなり文脈っていうのがあって、その、前の日に起こったことでバーって盛り上がったら次の日閲覧来るよ。その人たちは理解できるじゃん。そこで蹴りがついたら。だから樹海の時だよね。だけど、もう2、3日経ってて、こんな閲覧かそってる時に、ね、いきなり裁判が始まっても、何のこっちゃわかんないわけよ。リスナーさんからしたら。だったら別に配信で流す意味ないじゃん、それは。だからもう一回温め直さないといけないわけじゃん。うん、でしょ？だからそういう裏の事情があるわけじゃん、配信者には。うん、でしょ？だと思うよ、俺は。その常に配信のことか、裏切られたから金返せってことじゃないんだよ、うん、金返せとかそういう問題じゃないんだよ、うん、金返せなんてケチなこと言わねえよ、うんうん、そんなら最初から支援してねえし、うん、いや俺はそんなこと言ってないよ。俺は分かってるから、うん、それは、うん、こいつが言ってっからね、うんうんうん、コメント拾ったのね。うん、いやだから嘘をついてるわけじゃないじゃん。俺は別にのりこの関係を切る切らないじゃなくて、もうこの先女の人を出したくないっていう、うん、その荒れるから、うん、だから出さないっつったんだ俺は。でしょ、それじゃダメなの。そこじゃないんだよな。どこなのよ。だ具体的に言ってよ。どこをどうすればいいのよ。でじゃあその放送を見てミュールは結果を変えるの？なんかもう放送見ないとか見るとかそんなもんなの？いや違うでしょ。で今の現状を知りたいのよ。だから現状っつってもだからプライベートなことじゃん。だからさっきも言ったけど、だからじゃあ俺は、うん、その配信者だから全部ネタにしちゃうわけよ、うん、だけどそれが嫌な女性もいるわけよ、放送に乗りたくない人も、うん、でしょ。だからね、だからもう俺はひっそりとパコるって決めたの。もうパコるときはひっそりとパコるって、うん、もう彼女とかもう言わないと。彼女はもういないの、うん、アイドルだから俺、わかる？スーパースターのアイドルだから、うん、配信会において、うん。うん。だからもうそういうファンが傷つくようなことはしないって決めたの。OK？ うん。うん。だからまあそういうことだから。涙出てきたわ。
何、ミュールがそのはっきりしてほしいっていうのはどこについてなの？どうして今こういう関係に陥ってるのか。何、どういう関係、どういう関係、何、ボディーブローを打つ関係だよ。何、どういう関係って。ボディーブローの殴る人がただのリスナーなのか、友達なのか、うん、恋人なのか。だからそういうことを言わないっつってんの俺は。でしょ、そういうことを言うとリスナーが、俺のこと好きなリスナー、女性リスナーが怒るからやめるっつってんの俺は。わかる？だってここにいる女リスナー全員俺と付き合いたいんだよ。わかる？ここにいる女リスナーは全員俺と付き合いたいと思ってるの。だからもうめんどくさいから、俺はだからみんな平等に愛すって決めたの。わかる？全員俺のこと好きなんだから。で、警察連れてったのも台本なん？いや、台本だよ。本当に怒ったから警察突き出してちゃんと送ってるわけじゃん。突き出して被害届も出すっつってやってるわけじゃん。台本も何も。だからね、みんなが思ってる台本と、俺らが思ってる台本って違うんだよ。そもそも。もう深い話になるけど、リスナーが思ってる台本と、俺らが思ってる台本って全然違うの。そもそも。だからそこにズレがあんの。俺らっていうのは、もうカメラ回してたら全てが台本っていうか全てがもうネタなの。カメラが回ってる、だってカメラ回さないでしょ。うん。でしょ？カメラが回ったら全て劇なの。本当に怒ってるし、本当に悲しい時も全部あるんだけど、それをカメラで晒す必要はないわけよ。配信者っていうのはなぜ本気で泣いてるし本気で怒ってるんだよ。本気で殺してやろうと思ってる時も、でもカメラ回すでしょ。でもカメラが回った時ではもうネタなの。うん。わかる？だからそれをカメラで回ってることを台本だろうなんだろう。例えば、テレビを見てて、おいこれお前カメラマンいるだろうって言ってるようなもんなんだよ、それは。いや、カメラマンいますけどって。おいこれ構成作家がいるだろう、出てこい構成作家って。いや、構成作家、テロップに名前書いてありますけどって。でしょ？そういうことだと思うんだよ。そう、お約束みたいな感じなんだよ。約束ね、お約束なんだよ。そう。だからその時その時のアドリブみたいなものはあるよ。その掛け合いみたいな。例えばさ、例えば、その誰かがコラボをしてます。ね、うん、コラボをしてる時に誰かが胸ぐらつかみました。うん。で、あ、すいませんでした。ごめんなさい。許してください。で、着席。面白い？こんなの。違うじゃん。胸ぐらつかんだ。あ、なんだてめえこの手はよっつって、10分ぐらいやってほしいんだよ、みんな、プロレスを。うん。本気で怒ってなくても、本気で怒ってても、やってほしいわけよ。で、リスナーの心理としてはできれば本気でやってもらいたいわけでしょ。うん。これ台本じゃねえんじゃねえか、みたいな。でも、結局、カメラが回ってカメラの向きとかを意識してるわけよ。胸ぐらつかんでても、こう向きをこう、カメラの位置とかをこうやったりしてるわけじゃん、配信者は。常にカメラが意識にあるわけよ。なんか急にカメラの角度が良くなったりするじゃん、喧嘩してる最中なのに。あれどう考えてもおかしいでしょ？ってことはもう、見せてるわけよ。怒ってるさなかも。だから、もうそんなので熱くなられても困っちゃうわけよ。でしょ？だから、もう、女の人のネタとか、だって、ここにいる女性リスナー、みんな俺とパクりたいんだよ。みんな。みんなな。そう。わかるでしょ？全員俺とパクりたいの。全員。だから、
しょうがないよ、もう。俺の奪い合いだから、これは。これはだからもう配信外でやろうって話になるから。本気なら。本気で俺とパクりたいなら配信外でやろうって話になってくるから、俺からすると。うん、リングは別に儲けようって話だから。うん、放映権はないよ、だから、もうこの先。クビタンのさ、うん、ノンタンに関しては言うべきかとって書いてあるよ。な、のんちゃんに関してはって何よ。だから、なんで、だから、さっきも言ったじゃん。じゃあね、じゃあね、俺とミュールが仮に付き合いました。仮にだよ。うん、仮にだよ、うん。で、その、何、全部言われたら嫌じゃない？俺が放送で断るごとにいじられたら嫌じゃない？それをやれっつってんだよ。俺とミュールが、じゃあ仮に裏で付き合ってました。仮にだよ。で、裏でパコってます。で、俺はミュールに、俺の女だよって、でも内緒だよとか言ってて、リスナーが、おい、ミュールとお前できてるだろうって。まあ、カグラちゃんでもいいよ。カグラちゃんとお前できてるだろうって言った時に、秘密守ってもらった方がよくない？でしょ？だし、リスナーもその方が面白くない？分かった、オフ会で話するよ。じゃあ、まあその件、ちょっと一点だけ言っていい？そのオフ会の件なんだけど、のんちゃん来るって言ってんだけど。うん、いいの？でもいいよ。分かった。喧嘩すんなよ、絶対。そら分からん。ね、俺の誕生日でなんで喧嘩すんの？何分からんって。そう、分からん。なんで俺の誕生日、大嫌いのはいいけど、なんで俺に怒るの、ミュールは。だからはっきりしないからさ。何をはっきりしないからって、何をはっきりさせればいいのよ。ださっきから言ってるやん。うん、何のために花火投げたんやって、みんな。なちょっとのんちゃんと電話するから、ちょっと聞いてて。じゃあ、はいはい、もうめんどくせえな。もしもし。はい、放送聞いてた？うん、聞いてた。なんかはっきりさせろ、うん、はっきりさせろってすごい言われてんの、俺みんなに。うん、俺とのんちゃん付き合ってないよね。うん、そうだね。でしょ？で、うん、俺が車をこうお願いした感じじゃん、別に普通に。もう今後は普通にリスナーとしてやっていくから、よろしくって感じじゃん、うん、俺とのんちゃんは。うん。でしょ？うん、そうだよ。でしょ？で、普通にごめんねっつって、で、殴られ役もいないから、ちょっと顔出しお願いしたいっていう話をしたわけだよね、俺のんちゃんに。ちょっとのんちゃんから説明してくんない？ちゃんと。なんかこうみんなに分かるように、うん、今まで練習相手してたから、うん、一番なんかカウントの取り方とか分かってるし、うん、あの段取りとかも分かってるし、うんうん、練習に関しては、うん、なんかね、うん、今までずっとやってきた通りにやれば、うん、スムースにやるから、あの、うん、なんだろう、場所の手配とかも、うん、うん、だから普通にあの日は突発的に車出せないし、通報させられちゃうし、トレーニングとかその盛り上がるツボ分かってるからやってっつったわけじゃん、俺。でそれ別に真実だよね。だけど、うん、その伝わらないわけよ、ミュールとかには。要は俺とのんちゃんがそのパコってるみたいなことをずっと、パコってるっていうか、よりを戻してるみたいなことを言ってて、俺は別に普通にリスナーさんとしてやってくんだったらだよ、俺別にのんちゃんリスナーとしてずっと応援してくれてたわけだから、ありがたいっていう話をしたわけじゃん、うん、だけどそれをさ、放送で言うとなえるっていうのを分かってないんだよ、リスナーさんは。だからあえてそのタイミングを見てるわけじゃん。でゆっくりのんちゃんが面白くなるようにとか、俺とのんちゃんがね面白くてリスナーさんが笑えるように台本組んでるわけじゃん。俺パコってないよね、のんちゃんと。
いやー、パコるけど。いや。あ、パコったよ。いや、だから、いや、それはダメ、言っちゃいけないやつ。そういうことを言ってるわけじゃなくて、いや、だから、付き合ってる、いや、違う、のんちゃんね。いや、だマから、グロ？マグロじゃなくて、それは付き合ってたんだから、それはパコ、付き合ってる時にパコるのは普通なわけよ。別に。それはみんな、あれでしょ？のんちゃん。だからこれからはリスナーさんとして、やってこうって。で、リスナーさんとして協力してくれることは、協力してってお願いして、で、のんちゃんはいいよっつって、夜中に公園とかも別に車も出すし、だから、過去パコってた話じゃないの。付き合ってる時にね。だから、その話は置いといて、もうだから、ね、あれだよ。あ、リスナーとしてじゃあパコるよ。え？いや、だから、リスナーとしてパコるかどうかっていうのは、手こぎ？いや、手こぎとか、そういうプレイの話をしてるわけじゃなくて、あ、プレなんだよ。だってね、のんちゃんってこう気に入ってるでしょ？いや、だからプレイ内容の話はいいの。とりあえず置いとこ。その話はいいから。だけど、俺は、リスナーさんがほら、もう、なんつうの、そういうのは嫌なのよ。俺は。なんつうの、和藤さん誰々と付き合ってるでしょとか、嫌だから、俺はもう、だから、パコったパコってないとか、誰とデートしてるとか、誰とセックスしたっていう話は放送に載っけないっていうふうに言ってるわけよ。そういうこと。わかった。もう、話はもう大体片付いたみたいだから、ありがとう。はーい。な？ほら、リスナーさんとして協力したっていうことになってるわけじゃん。伝わったでしょ？俺の身の潔白が。だけど、そんなの面白くないわけよ。そんなのは全然面白くないわけ。わかる？どうでもいいわけよ。違う。あれですよ。付き合ってた頃は別にパコったりパコられたりはあるよ。これは俺だってパコられることもありますよ。被害者みたいなもんだから。それは被害者みたいなもんだから。もうやめよ。もうこういうのは。もう今ので終わりで。ミュールも納得したから、これで。ミュール納得したでしょ、これで。ただのリスナーだよって本人が言ってたんで、聞いたでしょ？聞いたでしょ？これで終わりでいいでしょ？私ただのリスナーだよって。どうでもいいわけよ、みんな。知らないよ。リスナーとして私はパコりたいよっていうのは、俺、全然それは本人の問題だから。それは本人の問題だから。知らないよ。それはいるでしょ、世の中に。リスナーで別に付き合わなくてもパコりたいっていう人がいてもいいじゃん。悪いの。別に、それは俺の意見じゃないから。それは俺の意見じゃなくて、彼女がそう思ってるだけだから。それは別に放送で言うことでもないし。ほら、ダンボールちゃんだってそう言ってるじゃん。減るわけじゃないからパコってもいいじゃんって。でしょ？納得できた？ミュール。これで。全然いいじゃんね。マツさんね。全然いいじゃんね。パコったって。いや、マグロかどうかは知らないけど、それはプライバシーの問題だから。肖像権に関わる問題は、ちょっと勘弁してよ。いや、パコ主ではないよ、俺は全然。合鍵も渡してないよ。合鍵なんて渡してないよ。だから、なんで俺の合鍵の問題をミュールに教えないといけないのよ。
なんでよ。なんでそこまで聞くのよ。だから手こぎをしてもらうかどうかは、だから、じゃあ手こぎしたいんでしょ？じゃあ、クミタは俺のこと。そういうことになってくるよ、だんだん。クミタは俺に手こぎしたいんでしょ？だから手こぎできないんでしょ？距離が遠いから。だから嫉妬してるんでしょ？っていう理屈になっちゃうわけよ。うん、でしょ？だから、みんな俺のこと狙ってるわけよ。みんな俺の体に触りたいの。もうそんなん言われたもん、しょうがないよ、俺は。あたつ、どうすればいいんだよ、じゃあ。もう本人が言ってるじゃん、ただのリスナーだよって。そうじゃないって言われても、だって嫌じゃん、そんな。うん、狙ってない？いや、狙ってると思うよ、本心は。みんな女性リスナーは俺の体狙ってると思ってるよ。かくらちゃん諦めたの？うん。いや、だから、昨日も言ったけど、だから俺のパンツ洗いたい奴がパンツ洗えばいいと思うよ。俺は別に断らないから、俺の和道のパンツ洗いたいんだけどっていうリスナー、毎日洗いに来ればいいじゃん。俺は助かるから。洗濯物担当やっていい？って。ご飯担当やっていい？って。それでいいじゃん。うん。なんで俺はこんなプライベートを切り売りしないといけないのよ。のんちゃんは発狂しないでしょ。彼女じゃないって言ってんだから、本人は。あ、もう、揉めるんだって、女の話は。うん。揉めるんだって。遊びに行きたいな。来ます？いいよ。来て来て。今まであったようなことっていうのは具体的に何よ。じゃあもう電話しよう、ミユル。もう話つけよう。じゃあ最後ね。もうこの話終わりよ、これで。言いたいこと全部言ってよ。うん、ちょっと待って。ミユルに電話するから。もうコメントだと分かりづらいから。電話するよ。もしもし？もしもし？ほら、言ったでしょ？言った通りだったでしょ？何が？面白くならないことは放送に載せたくないっていうこと分かったでしょ？別に、だから付き合ってなかったでしょ？うん、だから付き合ってないのね。うん。だ本人も認め、そこが知りたかったの。うん。だけど、俺は面白くないことは基本的に放送に載せたくないタイプなのよ。盛り上がらないことは。うん。だからみんなはさ、盛り上がる話が聞きたいわけよ。金払ってるわけだから。うん、でしょ？だから、そういうつまらない話っていうのは別に裏でやればいいじゃんって思ってんの。うん。お、納得できたの？じゃもし仮にのんちゃんと俺が付き合ってたとしたらどういう結果になってたのよ。どういうふうに思う？どうもならんよ。ただ結果が知りたかったの？そういうこと。うん。じゃあ納得できた？できた。できた？うん。で、今まであったようなこと今後なくなるのねっていうのはどういうこと？だからブロックされたりとか、うん、あ、そういうことね。それが心配だったの？それはだから俺はずっとリスナーさんの立場になってるじゃん。それだけはダメだよって。うん、うん、それは守っていくよ。それは俺も同じ気持ちだよ。嫉妬もなくなるわけね。それはわかいつでもワドちゃんにリア凸していいわけね。それはだからノンタンに聞いてよ。それはだってほら、俺は彼女じゃないから、彼女のことは彼女に聞いてよ。は？はって何よ。じゃあ嫉妬はなくなるとかじゃなくて、ほら別に付き合ってないのに嫉妬するリスナーさんなんて5万といるわけじゃん。うん、だからそれは俺責任持てないよ。だからいつも言ってるけど、他人と過去のことは変えられないわけよ。うん、だからのんちゃんのことはのんちゃんに聞いてよ。ね、いつでもだからリア凸して OK なの。俺はずっとそう言ってるじゃん、配信で。リア凸いつでも OK ですよってずーっと言ってるわけよ。旅のルールでも書いてあるわけよ。放送中はいつでもリア凸大歓迎ですって、俺はずっと言ってるじゃん。
もうあなたは言っててもさ、のんちゃんはそれは受け入れてないわけよ、うん、今までは。それはだからのんちゃんの問題じゃん。俺はずっとリアトズ受け付けてたじゃん。うん。でしょ？なんか変わらないよ別に。俺のことはだから俺は責任持って言えるよ。わかった。うん。うん。なら納得した。オッケー、わかった。納得してくれてよかったわ。ありがとう、ミュール。抱かれたいわけじゃねえぞ。え？抱かれたいわけじゃねえぞ。本当は抱かれたいんでしょ？いや。いや、だからワドちゃんのことは弟としか思えないやん。でしょ？だから弟の彼女がちょっとあれだっていう話でしょ、これは。そう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 。うん、わかった。うん。わかったよ。ごめんね。うん、いいよ。配信中に。いいよ、大丈夫だよ。いつでも電話してきて。うん。うん。ほ、だから、うん。のんたんとも、うん。極力喧嘩しないように、うん。頑張ります。いや、俺は喧嘩は別にしていいのよ。ミュールとのんちゃんが喧嘩するのはいいんだけど、うん、周りのリスナーさんとかを巻き込むのはさ、あれじゃん。例えばその、オフ会の時に殴り合いとかしても、俺困っちゃうわけじゃん。うん。うん。うん、そういうことよ。ああ、オフ会に来るって言ってくれたのは今ありがたかったな。うん。俺はミュールいるけど大丈夫って言ったら、いや、いいよって言ってるから。あ、ほんと。うん。あのクソババアぶっ飛ばすって言ってたよ。あ、ほんと。うん。のんたんは。ええで。うん。じゃあ、お疲れ。うん。はーい。はい。すいません。はい。まあ、のんちゃんの方が年上なんだけどね。いや、よかったよ。無事に解決して。いや、もうね、すごいのよ。うん、もうすごいのよ。もうみんな俺のこと抱きたいから。うん。みんな俺のこと抱きたいから。ミュールは俺の囲いだから。ガチ囲いだから。まあよかったんじゃん。もう終了。いや、いいよ、いいよ、全然。いや、いいんだけど、いいんだけど、お疲れ。いや、いいんだよ。いいんだけど、もう嫌なんだよ。もう、女で揉めるとかさ、女で揉めるほどくだらないもんないわけじゃん。登場人物全員ババアだからね。かぐらちゃんいくつだっけ？かぐらちゃん何歳？ミュール何歳？ちょっと年齢書いて、ミュールとかぐらちゃん。年齢書いて。年齢書いて、ちょっと。大変だよ、本当に。のんちゃんも年齢書いて。うん、44歳だよ。かぐらちゃん44歳で、うん、ミュールが47で、うん、あ、なんだ、ミュールとのんたん、タメなんだ。のんたん47でしょ。登場人物全員アラフィフだからね。うん、ババアに囲われすぎでしょ、いくらなんでも。みんなババアだから。ていうか、ミュールとのんちゃんがタメっていうのに気がつく、うん、すげえな。びっくりするね。ミュールとのんちゃんタメなんだ。うん、ババアに愛されすぎだから、ババアに。うん、ババアのメンヘラしかいないから。登場人物全員ババアのメンヘラだから。わ、うん、かる？ババアに愛されてる配信者。中学生みたいな話だからね。平型枠だよ。平型 B48 組めるよ、これ。平型 B。いや、もう困るよ、本当に。ババアが俺の取り合いだから。いや、ババア、組みたいにいくつ？うん。ババアしかいない。登場人物全員ババアだよ。中学生で誰々くんの取り合いみたいになってるから。AKB48 でしょ、もう。37、ババアでしょ。全員ババアだから。24歳の段ボールが止めてるから、ね。みっともないっつって。ババアの醜い争いを24歳の女の子がなだめてるんだよ。ババア、誰とパコってもいいだろ、ババアっつって。ババアすっこんでろ、つって。全員ババアだろ、つって。
大人になれよって若い子が言ってんだから。どうしようもねえよ、これ。うん、本当に。カオスだろ。若い女の子の方が大人だよ。参ったな、本当に。若い女はね、トレンドなんだよ。もうその時人気がある配信者にキャッキャキャッキャついてくの。キャッキャキャッキャついてくんだよ。もう、うわ、誰々くんかっこいいっつって次の日には変わってんの。それが若い女の子の。ババアは違うぞ。ババアは一途だから。ババアはほんと一途。俺はババアのそういうところ好き。40代好きだよ、俺は。ダンボールは突っ込んでる。うん、いや、それが10代の子とかだったらわかるよ。和道さん誰々とパコったんでしょうとかさ。もう困るよ、本当に。あ、もう俺は前も言ったけど、今後誰とパコったとかもう絶対言わないから。うん、普通にリアドツで女性映すことはあるよ。だけど、もうデートとかも配信とかでやらないし。そういうのはやんないよ。デート配信面白いんだけど、それをネタだと、だからさ、例えばさ、グータンヌーボーとかある、なんつうんだろう、男性アイドルと女性アイドルがデートするさ、番組とかあるじゃん。で、その番組を見て、こいつとこいつ付き合ってるんだ、とかならないでしょ。デート配信、要はカメラで、はじめましてから始まるやつあるじゃん。あ、はじめまして、芸人の何々です。あ、グラビアアイドルの何々です。つってデートするやつあるじゃん。あれ見て、うわ、うわ、見つけちゃった、私分かっちゃった、この二人付き合ってるってならないでしょ。なんで配信でそれやるとなるの。絶対ならないじゃん。どういうことだよってなるの、俺は。俺だってやりたいよ。ならないでしょ。でもなるんだよ、放送だと。放送だとなぜかそれがなるんだよ。なんなんだよ、本当に。俺だって面白いことバンバンやっていきたいよ。うん、だってさ、あんなさ、心ちゃんとのさ、手繋いだ手繋いでないとかで、あんなもん見え見えの台本なん、バカみたいな。それでのんちゃん発狂するんだよ。当てつけだーっつって、うん。何が当てつけなんだよっていう。心ちゃんが俺に気があるわけないじゃん。どう考えても。モテモテだよ、本当に。おはよう、のぎ。あるね、本当に。いや、もう本当ババア全員ステーキ投げて、本当にババア全員一抜けた、うん、ババア全員ステーキ投げてね、頼むよ。心の中のモヤモヤ解けたらいいよ、全然。それはそれで嬉しいよ、俺は。誤解が解けて。配信マシーンだから、俺は。生粋の。
そうだよ、旅延期だよ。うん。もうババアは全員ステーキの2位抜けた、うん、抜けろ抜けろ、ほんとに。うん、いってらっしゃい、ダンボール。疲れたわ。疲れた。疲れたわね。こんにちは。もったいないさんいらっしゃい。オフ会でミュールとのんちゃん仲良くできたらいい。違うんだよ。正直言うとミュールとのんたんそっくりなの。そう、もうね、要は同じだから、似た者同士だからすごい喧嘩するんだよ。もうそっくりミュールとのんちゃん。すぐ喧嘩すんの。やってることも言ってることも一緒だからね、ほんと。いいんだよ、別に。いいんだけど、もういい、なんか、なんだろうね、敬遠の中だよ、ほんとに。合わないんだろうね。うん、全然合わない。もう。オフ会で捨て頃の前夜祭始まるからね。うん、オフ会カオスだと思うよ。本当に。たくみさん頼むよ。止めてよ。いや、もう磁石みたいなもんだよ。仲良くなったら仲良くなれるんだよ。うん、もう反発すると本当に大変だよ。あの二人は。混ぜるな危険だよ。混ぜるな危険。いや、オフ会カオスだと思うよ。いや、でも、たくみさんしか止める人いないでしょ。まさかの同い年だとは思わなかったわ。どっと疲れたな。いや、もう匠さんしかいないでしょ、止める人。仲良くなったら仲良くなると思うよ。
頭痛い。アナザーケンゴのボーイズオンザランドね、うん、面白いよ。読んだボーイズオンザラン、すげえ熱いよ。なんかね、半端に自制するとたまるから、もうちょこちょこちゃんと吐き出してほしいんだよね。二人とも溜め込むタイプだから、思ったことをパッて言えばいいんだよ。溜めて溜めて溜めてぶちまけるタイプだから。アイアムヒーローはどうだった？俺はもうなんか最初良かったんだけど、途中グダグダだったから、俺はちょっともう読むのやめちゃったんだよね。あれはオチがひどそうだよね。ボーイズオンザラン脱獄じゃなくて、あのボクシングの話だね。あの、サラリーマン、27歳の運動したことないサラリーマンが、その、好きな女の子は会社にできるんだけど、ライバル会社の男に寝取られるんだよ。で、その、ぶっ飛ばすって宣言して、会社に乗り込んで、で、決闘を申し込むの。で、会社の上司に当たる、上司っていうか先輩に当たる人にボクシングを教えてもらって、アッパーだけ教えてもらうの。で、乗り込むんだけど、結局ボコボコにされて、その会社をクビになって終わるんだけど、なんだっけな、何、昇進旅行がきっかけで、その、仲良くなった男の人がボクサーで、で、その人がボクシングジムに通ってて、好きな女がいるって言って、で、その子に惚れちゃうんだよ。そのサラリーマン、ニートになるんだけど。で、その女の子とパコりたいために、その、ボクシングジムに通うっていう話だね。終盤でドハマりできた。ボーイズ・オン・ザ・ランの方が多分面白いよ。めちゃめちゃかっこいいよ。うん。で、その、花っていう女の子、惚れた女の子、ボクシングジムの女の子なんだけど、その子はその、喋れないの。そう。耳が聞こえないんだっけな。そう。で、その耳の聞こえない女の子との恋愛の話なんだよね。だからボクシング漫画じゃないんだよ。ボクシングはテーマなんだけど。それがすごい新しかったんだよね。に、ヒューマンドラマっていうか。俺結構ボーイズオンザランはグッとくるね。なんかリアルっつうか、なんかダメな男がその女のために頑張る話だね。アイアムヒーローはオチで、作者の理想と読者の理想は大きく違うってことが明確になったか終わり方する。ガンツはね、俺は、ガンツは、ちょっと残念だね。もう途中までは本当に見たことないような最高傑作ができると思ってたんだよ。本当その予感がして。俺主人公が途中で死ぬ漫画を見たことがなかったから。で、主人公が変わるっていう展開がすごい好きで。あれはすごい良かった、ガンツは。途中まで。5、6巻あたりまでは最高だったね。だからね、ガンツはね、ガンツが何なのかをね、言わなくて良かったんだよ。本当に。で、余計なね、なんかヒーローとか出さなくて良かったんだよ。ずーっとガンツって何なんだで終わって良かったんだよ、ファッと。うん。ガンツ好きだったなぁ、途中までは。もうこれは本当に今まで見たことない漫画になると思ってた。でもまあダメだったね。まあグダったよね。
大仏編が好き派と大仏編が、大阪編が好き派で多く、俺大仏編だね。うん。なんか、なんだろうね。なんだろう。なんか見たこと、別に映像が綺麗とかじゃなくていいんだよ。綺麗な映像なんか見たくないし、なんつうんだろう。もっと見たことないものが見たいんだよな。もう見たことないものがなくなってくるんだよ、だんだん。もう漫画読まなくなってきたもん。全部わかるっていうか、大人になると漫画離れるのがよくわかってくるわ。漫画とか何でもそうだけど、関心が薄れてくるんだよね。こんなのないわって、こんなの想像しなかったわっていう作品ないもんな。出尽くしちゃってるっていうか。望みのせいで、まあ、毎度のパターンだ。また暴れてんの？暴れてんの？いや、大手じゃないよ、全然俺は。全然大手じゃないよ。うん。大丈夫？風船ありがとう。おお、風船20個ありがとう。バガありがとう。バガありがとう。聖獣ドロヘドロ、ドロヘドロってなんだっけ。ドロヘドロ、謎の女 X を読んだ時もこの漫画すげえ。俺ね、寄生獣はあんまグッと来なかったんだよね。寄生獣あんまグッと来なかったわ。なんでなんだろう。海鮮盛り合わせアイテムでミュール、アット、ワド、リョダン、風船10個当たりました。おめでとう。海鮮盛りありがとう。俺ね、寄生獣は、あんまりね、みんないいいいって言うんだけど、ぐっと来なかったんだよ。あれなんでなんだろう。そんな悪い漫画だと思わないでしょ。面白かったんだけど、なんかね、その、名作感はなかったんだよな、俺の中で。名作みたいな感じはなかった。なんでだろう。なんであれぐっと来るんだろう、みんな。好みの問題かな。俺あんまぐっと来なかったぜ。ラッキーって言ってもその風船は俺にくれるんでしょ？俺がラッキーの。なんなんだろうな。なんだっけ？ドロヘドロってなんだっけ？ドロヘドロってなんだっけ？え、ドロヘドロって何の漫画だっけ？当たり前や。え、ドロヘドロってなんだっけ？思い出せねえな。あー、ドロヘドロね。はい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 。俺はやっぱ、古谷実る秘密見た時の衝撃はすごかったな。うん。ドロヘドロ思い出した。あのね、古谷実るの、鮫島版じゃないと版っぽいっすね。晩っぽいっすね。ていうか、ドレさん二日休んでない？大丈夫？減らってるんすか？大丈夫っすか？みんな心配してますよ。僕もまあ一リスナーとして心配っすね。
バンっぽいな、なんか。あの終わり方は。なんだろうな、俺ね、その、なんだろう。秘密の凄さって、なんだろう。俺ね、要はね、ヒーローじゃない人を主人公にしたっていうところがすごい好きで、あのね、精神病をうまく描いてるんだよね。いや、別に和解とかはしてないけど。なんつうのかな。その、ありがとう、風船10個。風船10個ありがとう。あのね、秘密ってどういう作品かっていうと、主人公が圧倒的な正義を持ってるんだよ。その悪い奴を殺すっていうか、自分は、その、日常の、普通の幸せが欲しいって言って。A 版はないんじゃないですか。A 版はないと思いますよ。でもまあ、何回も前科があるからな、鮫島さん。俺は、その、あのね、悪い奴が見つからない、悪い奴が見つからないっつって包丁を持ってるシーン、すごい好きなの。あとね、包丁で、夢の中で、悪い奴をぶっ殺して、ぐさぐさに刺して、バカがバカを殺したーっていうシーンがすごい好きなの。バカがバカを殺したー、バカがバカを殺したーって言って叫ぶシーンがあるの。それがね、すごい精神病感が出てて、すごい好きなんだよね。あ、やべえなっていう。あれはすごかった。なんか、発言の節々にね、やっぱ、その、なんつうんだろう、うまく書いてるんだよね。その狂った正義感っていうか。うん、あれは良かったよ、秘密は。あと、あれだね、世の中金だろうっていうね。世の中に唯一する、存在する魔法は金だっていうシーン。サブキャラが言うんだけど、すごい印象的だったね。世の中に唯一存在する魔法は金っていう。あれは強制終了っぽいね。うん、ぽい。ボンマス。カメラのアングル的にそうだね。稲中のノリでサルチネス読んだことあるけど、もうびっくり。あのね、順番を追ってかないとダメだよ、古谷実は。古谷実は、いきなり飛ばして読むとわけわかんなくなるから、時系列追っていった方がいいよ。サルチネスは名作だよね。鮫島なんか、のぞみと喧嘩してたっぽいね。サルチネスなんかもう号泣だよ、あれ。うん。あ、見てた、見てた。俺は音は聞こえないんだけど、ロムることはできるから、他の配信を。パソコン配信だから。音声が乗っかっちゃうから、映ってないだけだよ。僕と一緒、あれか、糸金か。グリーンヒルに糸金出てくるよ。大人になった糸金が出てきて、結婚してもう子供二人いるんだよ。グリーンヒルが俺結構好きかな、ギャグ系だと。丘緑が好きだ。なんか中年のモテない童貞のおっさんの哀愁みたいなのがすごい好きで。スティーブ・ジョブズの言葉を思い出した。スティーブ・ジョブズの言葉？なんだろう。スティーブ・ジョブズもすごい名言いっぱいあるからね。俺はスティーブ・ジョブズで好きな Stay Hungry, Stay Foolish っていう言葉が好きで。愚かであれって。飢えていろっていう。Stay Hungry, Stay Foolish とか。あと、ジョブズの言葉で好きなのは、鏡の前で今から俺がやることは本当にやりたいことかっていうことを問うの。で、鏡の前で、そう、一週間脳が続いたら根本的にやめるっていう。それは本当に真似してやってたね。鏡の前で、今日俺が今からやることっていうのは、本当にやりたいことかって聞くの。で、脳が一週間続いた場合、そのことをやめるんじゃなくて、その根本まで探って根本からやめるっていう。あと、ジョブズは、1のことにイエスっていうことは、1000のことにノーっていうこととイコールだっていう哲学があって。そう。もし一個イエスってもうやるって決めたことがあったら他の線のことにノーって言ってるはずなんだって。それが全部イエスって答えてるやつはもう根本的にダメっていう。
決断になってないっていう。愚かで飢えているっていいね。今日が人生最後の日で本当にしたいことは。そう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 。それは鏡の前でね。そう。要は今しかないっていう。で、今やってることが本当にやるべきことか、やりたいことなのかっていうのを徹底的に問い詰めてからやるっていう。でも、一週間待つんだって。一週間毎日それを続けて、その、もし一週間答えがノーって出るってことはもう根本的に間違ってると。でも本当は毎日が人生最後の日だと思って生きないといけないんだよね。関係ない。鏡の前でお前は誰だっていう話だね、少し。それ、あれだね、都市伝説の怖いやつだね。うん。愚かであればわかるんだけど、飢えていろっていう、要はね、多分ね、ジョブズが言いたかった愚かであれっていうのは、チャレンジしろっていうことだと俺は解釈してるの。要は賢いやつって失敗を恐れて行動しなくなるから、愚かであれっていうのは多分ね、もう、なんつうんだろう、好奇心に満ちてて失敗を繰り返すやつでいなさいっていう意味だと思ってるのね。ね、ハングリーがね、まだ答えが出ないんだよね。ステイハングリー。うん。野間犬さんいらっしゃい。多分ね、そのステイハングリーって常に飢えてろっていう飢餓感を持てっていうのは何かあるんだろうな。うん。俺、そうですね、ニコ生ずっとやってましたね。なんだろう。どれくらいやってるかな？もう結構やってますよ、ふわっちは。ずっとふわっちですね。ステイハングリー、ステイフーリッシュ。時間はね、平等だからね。親父が常に俺に言ってたね、高光って。平等に24時間は全員一緒だって言って。で、寝てるやつも、あぐらかいてるやつもね、みんな一緒なんだって。で、それで才能をどう補うかだって言ってたね。何なんだろうね、ステイハングリーっていうのは俺の中ではまだ答えは出てないけど、ステイフーリッシュはわかるんだよね、うん、だってね、成功してる人っていうか世の中変えてる人っていうか突き抜けてる人ってみんな愚かだもんね。偉大な人ほど愚かだったりするじゃん。飢えてろって貪欲であれってことなのかな？深すぎてわかんねえ。
ある方は時間の方がお金より値段が高いそうです。違うよ、それはね、金持ちだけが言えると思ってるんだよ俺は。あのね、時間は平等なんだよ。だけど金じゃ買えないものって時間じゃん。あ、でもね、俺の知り合いの金持ちは時間と健康も金で買えるって言ってて、なんか、あの、健康は金で買えないっていうのは嘘だって言ってる人がいて、なんでかっていうと、その人末期癌になったの。で、癌治療って、あの、6月10日、ま、もう少しだね。で、その人は、大金を払って、すごい医学で癌を治したんだけど、やっぱり金は必要だったって言ってたね。金は命よりも重いって、スーツのおっさんが言ってた。まあそうだろうな。命ってね、そんなに大した価値ないんだよ。実は。命は地球の重さより命がどうのこうのとかね、なんだ、金よりもとか言うけど、命ってね、実はね、なんだろう。すごい簡単に儚く消えるものだと思ってて、俺は。うん。問題なのはね、その、時間とか命ってイコールだと思うんだけど、そこで何をやるのかなんだよ。やりがいを持ってるかっていうか、普通の人は普通に何もないまま死んじゃうんだよ。だけど、その、限られた命の中で何かをやらないといけないと思ってる。未来のためにっていうか。うん。未来のためにね。そう。積み重ねで今があるわけだから。だから、綺麗事の意味じゃなくて、何かに、人類の未来に貢献しないといけないんだよ。で、未来の常識っていうのは、結局今で言う非常識だから。俺はだから昨日も言ったんだけど、今の労働環境っていうのは、100年後、200年後の歴史の教科書に、日本では奴隷業をやってましたって書かれると思うよ。カースト制度みたいに。とってもひどい国でしたって書かれると思うよ。え？って、あの頃って働いて人が死んでたの？って。16万円でこんな稼げないのにこんな働かされてたの？って絶対言ってると思うよ。人類って愚かだねって。働いたら負けなんて言葉がさ、世の中に広まってる時点でもうダメなんだから。働く喜びを見出せないんだから。俺は働くってすごいいいことだと思ってるから。やりたいことを仕事にすべきだよな。どんなことでもいいから、どんなに否定されてもいいんだよ。そこにファンがいれば。で、ファンを大事にできればね。だって、あれでしょ？結局、どんな営利行為もそうじゃん。ファンで成り立ってるわけじゃん。ファンを裏切らなければいいんだよ。世間から叩かれようが何しようが。ファンだけは裏切っちゃいけないんだよ。樹海奥まで、だって電波ないじゃん、あの箱さん。あ、もうね、原料ストップした。炭水化物を抜いてるだけですね。で、肉とかタンパク質を多めに取ってる。野菜と。野菜は全然取らなかったけど、豆腐とかね。プロテインとか。基本的には米とスイーツ以外は何でも食べてたよ。あと、根菜って言って、
じゃがいもとか、そういう、人参とか、根菜も食べちゃいけない。今はもう解放した。おかげで今日頭回ってるでしょ。だってヘロヘロで動けなくなるんだもん、スタミナ切れて。頭も回んないし。ロハコさんステッカー完成したんだ。食べる量が少ない？何を？食べる量多いよ俺。オフ会お土産 OK。 オフ会土産はあんまりいらないんだよな。なんか、土産はいいよ。うん。いや、いらないいらない。みんなで、顔合わせよ。サスティーンが安定しないの。まだ安定しない。ベーガはあれでしょ？インドでしょ？もともと。アーユルベーダとかのベーダでしょ？ベーガ。なんだ、サスティーンが安定しない、全然。
エレキいいね。あなたのことを深く愛せるかしら、子供みたいな光で僕を染める、風に吹かれた君の冷たい頬に触れてみた小さな午後、諦めかけた楽しい過去の日々に、一度きりなら届きそうな気がしてた、誰も知らないとこへ流れるままにじゃれていた、猫猫のようにように、に、ふざけすぎて恋が幻でも構わないといつしか思っていた、壊れながら君を追いかけてく近づいても遠くても知っていた、それが全てで何も、もないこと、時のシャワーの中で、
マラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。夜の扉を開けてゆこう、支配者たちはいびきをかいてる、何度でも夏の匂いを嗅ごう。危ない橋を渡ってきたんだ、夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや、ハックルベリーに会いに行く、台無しにした昨日は帳消しだ、ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどのペンを片手に、面白いことをたくさんしたい。セミの鳴くような声、蚊の鳴くような声って何？お疲れ。曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、二度と戻れない薄暮れ果て転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで、で強くなれる気がしたよ。いつかささやかな喜びを潰れる。忘れはしないよ、時が流れても、いたずらなやりとりや、心のトゲさえも、君が笑えばもう、小
さく丸くなっていたこと、変わる変わる覗いた穴から何を見てたかな、一人きりじゃ叶えられない夢もあったけれど、さよなら君の声を抱いて歩いてゆく、ああ僕のままでどこまでと。初見さんいらっしゃい。だんだんだん心惹かれてく、その眩しい笑顔に果てない闇から飛び、闇から飛び出そう、 Oh my, oh my hand。君と出会った時、子供の頃大切に。え？うるせえやろ、うるせえ。黙ってろ。黙ってみとけ、俺の歌を。ありがたく思えよ、俺の歌聞けんだから。ささやく冗談でいつもつながりを信じていた、砂漠が遠く見えそうな時もぼやけた六等星だけど、思い込みの恋に落ちた、初めてプライドの柵を越えて、風のような歌届けたいよ、野生の残りに抱いて、素足で走れば柔らかい日々が波の音、海の音に染まる幻を覚めていて、渚は二つねじ曲げた思い出も捨てられず生きてきた、ギリギリ妄想だけで君と水になってずっと流れるよ、行き着いたその場所が最後だとしても、柔らかい日々が波の音に染まる、幻を覚めないで、渚は二人の夢を混ぜ合わせる、揺れながら輝いて。先生いらっしゃい。
輝いて、輝いて、柔らかい日々が波の音に音に染まる幻を覚めないで、渚は二人の夢を混ぜ合わせる、揺れながら輝いて。闇将軍、あれだな、センスないかんな。フォローありがとう。今私の願い事が叶うならば、翼が欲しい、この背中に鳥のように、白い翼つけてください、この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。ああ、いらっしゃい。ギター練習しよう、一緒に。春色の木の汽車に乗って海に連れて行ってよ、タバコの匂いのシャツに。あや、いらっしゃい、早くいらっしゃい。ニアンソー、なんだっけ、連れていて。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎても、あなたって手でも握らない。 I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょぴり気が弱い歌い手です。どうも、どうも、歌い手です、ナンバーワン、どうも、米津です。みんな濡れちゃうよ。みんなしっとりしちゃってね。聞いてください。命かけて遠しかった日から素敵な思い出残してきたのに、
あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。赤トンボの歌を歌った空は何にも変わっていかないけれど、あの時ずっと夕焼けを追いかけていた二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。Thank you.不安になる。I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。 I love you逃れたどり着いたこの部屋、何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた木箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、ううきしむベッドの上で、優しさを持ちよりきつく体抱きしめ合えば、あったよ。それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけて しまわぬように。何を歌うか、ほら俺パンクスだからさ、パンクアレンジがねちょっとね
ありがとう。口づけを交わした日はママの顔さえも高いな見えなかったポケットのコイン集め下げていい一つずつ夢を数えたねほらあれは二人の隠れ家秘密のメモリーをどこで壊れたの Old Friendsうつむく日は見つめ合って指をつないだら Old Friends 時が止まる気がしたの人は高いね、やっぱ。みんな一緒に歌おう。ねえ君は覚えている夕映によく似合うあの曲黙り込む君がいつも優しくて口ずさんだのに今時は流れてセピアに染まるメロディーを二度と戻れない Old Friends 他人よりも遠く見えて金一つ？うるせえよいつも走ってた Old Friends あの瞳が愛しいされてる。もう今は彼女はどこにもいない朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ喧嘩したり仲直りしたりずっと夢を見て安心してた僕は Daydream Believer そんで彼女はクイクイでもそれはなんだっけ
でもそれは遠い遠い思い出、日が暮れてテーブルに座っても合間は彼女写真の中で、優しい目で僕に微笑む、ずっと夢を見て幸せだったな僕は、 Daydream Believer Someday 彼女はクイーン、ずっと夢を見て安心してた僕は、 Daydream Believer Someday彼女はクイーン。今の清志郎、清志郎、清志郎ですね。輝くことさえ忘れた街は、ネオンの洪水、無遊病の群れ、腐った野望の吹き溜まりの中、なんだっけ、見上げた夜空を切り刻んでいたビル、夢のないこの世界、路地愛した君には路地は近づけない、路地は愛しめられない、路地は愛しすぎて I pick my heart。 はい、次いきます。もうどれくらい歩いてきたのか、街角に夏を飾るひまわり、面倒な恋を投げ出したけど、思い出すたびに切な切のる、忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で、忘れてた大切な何かに優しい火が灯る、やがて来るそれぞれの交差点を、迷いの中立ち止まるけど、それでも人はまた歩き出す。いってらっしゃい。いい歌ないかな、なんかね。いや、まずだから。
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. About us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life with peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. やべえな、来てるね。Power to the people, ライドン。はいはい、何歌おうかな。
冷たい手のひら震えてるの躊躇してこの空の青の青さに心細くなる信じるものすぐえそうそうそうなんだっけ夏草揺れる線路を遠くまで歩いた心に心心に心に痛みがあるの好きな方弾けばいいじゃん遠くで蜃気楼を揺れれてあなたたたわわかんねえこれうん熱いアコギは指痛くなるよ。でも慣れだと思うけど。うん、慣れでしょ。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊が。ウンディアンを舌を舌ピカピカに光った銃でできれば僕の憂鬱を舌を舌てて寝ればよかったのに神様には色を送り天国へのパスポートをだるなんて本気なのか誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ隠しているその手を見せてみろよまれたところや皮膚やの色で尾崎言うたか、うん尾崎豊行こうか、うん、落書きの教科書と外ばかり見てる俺超高層ビルの上の空届かない夢を見てるやり場のない気持ちの扉破りたい校舎の裏タバコを吹かせ見つかれば逃げ場もないしゃがんで固まり背を向けながら心の一つも分かり合えない大人たちを睨むそして仲間たちは今夜家での計画を立てる
とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえわからず震えている。15の夜、盗んだバイクで走り出す。草木もわからぬまま、暗い夜の隣の中へ。僕が僕であるために、うん、15の夜嫌いなんだ。いや、知らないっつうか、俺全然知らないよ。なんだっけ、僕が僕でって。どんな歌だっけな。心すれ違う悲しい山にため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと生きて行かなければ、人を傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。ありがとう。名もなき歌？ちょっとぐらいの汚れもんならば残さずに全部食べてやるを歌あり。君は誰？真実を握りしめ。君が僕を疑ってるんなら、この喉を切ってくれてやるを歌り。僕はノータリン、大切なものをあげる。Whoa, whoa. 入れて強な街の目に立てて、健常さえも逃げるに待てなくなりそうだけど、必ず超えなくしの中で、ためにちゃんと果てなんだろう。でもてりんたまに悩んだり、しょうがいい君に優しい。あるるがめんめんの歌いづらいなこれ。心で生きられん弱さを抱
誰かのせいにして少し減る知らぬ間に行き着いてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら誰だってそうなんだ。せい！あっつ。バカありがとう。新しい季節はなぜか切ない日々で河原の道を自転車で走る君を追いかけた思い出のレコードと大げさなエピソードを疲れた肩にぶら下げてしかめ面まぶしそうに同じセリフ同じ時思わず口にするようなありふれたこの魔法で作り上げたった。難しいな。よ、誰も触れない二人だけの国、君の手を離さぬように、大きな力で空に浮かべたら、ルーララ宇宙。運の風に乗る。片隅に捨てられて、威嚇をやめない仲間。どこかにいる。出来上げて、無理やりに母寄せるよ。せい！いつもの交差点で見上げて丸い窓はボストンベルス遅れてるギリギリの三日月も僕を見てた。疲れんなこれ。待ち伏せた夢のほとり驚いた君の瞳そして僕ら今ここで生まれ変わるよ。だ誰も触れない二人だけの国終わらない歌ばらまいて大きな力で空に浮かべたらルーララ宇宙の風に乗る大
大きな力で空に浮かべたら、ルーララ宇宙の風に乗る、ルーララ宇宙の風に乗る。ありがとう。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた、くれた優しい気持ちで目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こる。難しいなこれ。るよ、カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映るすべてのことはメッセージ。そうな。糸？糸行ってみようか。おばあがありがとう。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布は、いつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくのかを、迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って、
転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、手の糸はあなた。横の糸は私、織なす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びます。ありがとう。あっつ、今日なんか蒸すね。君が涙の時には、僕はポプラの枝になる。孤独な人につけ込むようなことは言えなくて、君を泣かせたあいつの正体を僕は知ってた。引き止めた僕を君は振り払った遠い夜。ここにいるよ、愛はまだここにいるよ、いつまでも空と君との間には、今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら、僕は悪にでもなる。空と君との間には、今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら、僕は悪にでもなる。言えなきこの曲だね。ひどい。何が？紹介。ある日パパと二人で語り合ったさ。この世に生きる喜び、そして悲しみのこと。あれ？合ってない。ある日パパと二人で、ある日パパと二人で語り合ったさ。この世に生きる喜び、
び、そして悲しみのことを。クリーン、合わない音が。暑いな今日。今日なんか蒸し暑くない？超蒸し暑い。ジェルでいらっしゃい。カッコつけた騎兵隊がインディアンを舌をした。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様には色を送り、天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか。誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。隠している手を見せてみろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さん、そのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならどこでもいい。こんなはずじゃなかっただろう。歴史が僕を問い詰める。眩しいほど青い空の真下で、
飽きたわ。ちゃった。聞こえる？タラタタタラタタタタン。要は満足だ。要は非常に満足だ。やべえな、花火一発も上がってねえな。やばくねこれ。絶不調です、絶不調です。やば、本体いるね。のんちゃんなんか飲み物ない？オレンジジュースある？ああちょうだい、氷入れてちょうだい。ないんだ。バブーだよ俺は。知ってるでしょ、ミユ。俺は昔からバブーだよ。
いや、わかんない、知らん。あと冷房入れて、あの冷房24度で弱風で、でそこの荷物、ドライでいいや。なんかダメだ、不調だ。ドライ結構涼しいんだね。え18だ、24ぐらいにして、うん、こんばんは、かかいらっしゃい、ああいらっしゃい、ああああテイスです、ああああなんだろう、マイクが遠い、汚ねえなぁ。棚が欲しいなぁ。おい、ワード2、黄色い鳥。ワード2。棚が欲しいよ、もう。荷物が限界だよ。メタルラック欲しい。メタルラックを、ここにかましたいね。ここの、今のこれ。ここに天井までのメタルラック欲しい。ステゴロ最高のパフォーマンスご期待しております、応援しております、頑張ります。ステゴロとにかくもう持てる体力全部使ってバッチバチに殴り合うよ、それしかできない、
本気で殴り合うしかできないから。それだけ期待してて。とにかく持ってるもの全部出すよ。死の子の言わずに。あと弱えとか強えとかはもう勝手にやってもらうわ。一番弱いの俺だからね。歯が合ってないっていうかね、物が多すぎるんだよ。ゴミ捨てないと。もう超大掃除するわ。物が増えすぎ。いや、光る、ああ、どっちが勝つか。友達だから、絶対主観が入っちゃう。うん。光くんに勝ってもらわないと困る。俺は光くんと約束したから。絶対負けてほしくない。セブンだかなんだかわかんないけど。俺は圧倒的にヒカル君を推しだから、友達だから。どうしてもその主観が入っちゃうよ。和道さんは金牌と戦ったら盛り上がってたと思う。無理でしょ。向こうの方がネームバリュー上すぎるから、マッチメイク組めないでしょ。金牌さんがやるメリットないじゃん、俺と。損するだけだもん、金牌さんが。でも俺もし金牌さんとマッチメイクが決まってたら多分捨て頃断ってたと思うよ。金馬さん好きだから殴れないもん。やってたと思う。だから先輩だからやりづらいんだよ。ヒカルくんはやってたと思う。そこはお互い割り切れるタイプだから、好きだからっていうかファンだからに近いかな。そう、好きっていうのはね。好きな人殴れないでしょ、みんなも。やりづらいでしょ。ゆらちゃんおはよう。捨て頃大手いいこといいんじゃないの。大手が多いのは俺はすごいいいことだと思ってるけど、嫌なの。見応えあるじゃん。
いや、ゆらちゃん全然覚えてるよ。リスナー同士の喧嘩になるだろうね。あと俺はなんかリアルな会場300人集まるわけじゃん。青山コールが起こるのか和道コールが起こるのか見ものだと思ってて、どれだけどっちが知名度あるんだろうみたいな。どっちの方がファンが多いのか気になる。だって青山コールとか起こって和道シネコールとかすごい嫌だもんね。ユラは和道さん側、ありがとう。ヒカルバーサスセブンの場合、リスナー同士も嫌い合ってるからバチバチになりそう。ていうかね、多分ね、会場でね、多分殴り合い起こるんじゃないかっていう噂が出てるね。うん、そのリスナー同士の。なんか昔のギャングみたいになってるよね。ジブラさん舐めてんのみたいな。ジブラ兄さん舐めてんのかみたいなね。勝つよ。なんかね、もうネットの世界でそういうのなんかすげえ嫌だよね。でもヒカルくんはね、実際ボコされてるらしいからね、10人ぐらいに。かわいそうだよね。まあ人間つうかね、男のやることじゃねえよな、多勢に無勢っていうのは。ヒカルくんリスナーはいい、ていうかあのリスナーとその配信者そっくりになるから似てる人が来るよ。終わった仕事、マーニャいらっしゃい、ワドツお疲れ様。和道リスナーはあれでしょ、あのメンヘラババアとあの頭の高い意識高い系の男たちが集まるでしょ。俺 FX で稼いでるからとか、意識高いコミュ障と、意識高いコミュ障男リスナーとメンヘラクソババアですよあとその他そんな感じでしょ。病気、嫌いな配信者のリスナー？いや、全然嫌いな配信者とかないよ。いや、全員メンヘラクソババアでしょ。
おい、いらっしゃい。順調。うん、まあまあ、順調だよ。うん。順調、順調。あ、若津、ぬこちぐらさんいらっしゃい。やべえな、花火一発も上がんなかったわ、今日。大ピンチ。ピンチでーす。一旦休憩取ろ。一旦休憩取ります僕。次枠はいいや。とりあえず時間置いてからやるわ。なんか今日やばい。全然稼げない。ちょっと様子見るわ。調子が悪すぎる。じゃあみんなお疲れい。一旦休憩取ります。お疲れ様。いや、ヒカルくんから誘われたら行こうと思ってる、俺は。ヒカルくんの、あの契約だから、あれは。失礼だから、俺からやらせてっていうのは。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。